はい、どうもぬぎさんぽでございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか。というわけでね、今回も本題に入る前にちょっとハイパー G のインプレ動画に届いたコメントの方を返信していきましょう。まず一つ目、ハイパー G1.30 使用中です。200球前後でガットが切れます。ゴリラかな。はい、二つ目いきましょう。こちら、今更ですか。僕は出た瞬間ずっと使ってます。 1.30 です。ダンロップ 200CX との相性最高です。いや、なんなん。でもね、確かに反発系のラケットには絶対合うし、ピュアドラにも合いそうとかいうコメントも多かったんで、僕もそれについては同感です。ただこいつはちょっと腹立つんで、もう死んでください。というわけで、今回はサムネにもありました通り、プリンスの最新ラケットのインプレとなります。今回ご紹介させていただくラケットはこちらでございます。ドドン。じゃあプリンスちゃん、ツアーでございます。白、いきなりの白、もうガラッと変えてきましたね、プリンスさん。これまでツアーって言ったら黒っぽいイメージがあって、なんか緑の文字っていう感じでしたけど、限りなくオフホワイトでございます。しかも若干艶消しでかっこいい。今回またね、O3 の面100と普通の面100と、95で重さ別計6本お借りしてるんですけど、デザイン的に僕好みは完全にこの普通のやつですね。はい、何が O3 と違うかというと、フレームのこの内側見えるかな、見えるかな、内側が黒いんですよ。はい、白っていうとね、なんとなく女子寄りの色なんかなって思うんですけど、ワンポイント黒が入ることによってかなりユニセックス感、出てくるんですよね。はい、まあO3 も悪いとは言わないんですけど、ちょっと見せましょうか。やっぱりね、ワンポイントブラックが欲しかったっすよね。まあ、でもね、このラケットガット黒なんで、そこでカバーしてる感はあるんですけど。というわけで、今回はこのツアーのインプレをしていきたいと思うんですけど、まあ、ぜひね、最後まで見ていってください。よかったらね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは本編、どうぞ。はい、それでは早速ね、プリンスの最新ラケットツアーのインプレをやっていきたいと思います。まず最初に使わせていただいたのはツアー100です。面の大きさはその名の通り100インチ、重さは 310g で、ストリングパターンがこのツアー100だけ 16×18 なんですね。あと白っていうカラーリングでオブラートに包まれてますけど、見た目以上にハードなスペックなんですよね。はい、このラケットのフレーム自体はがっつり真四角のボックス形状です。ボックス形状ってことはフレーム自体が柔らかくて飛ばないとされてるんですけど、おそらくこのツアー100は広いユーザー層を取り込めるようにストリングパターンだけは反発性の高いパターンにされたんでしょう。そもそもフレームだけで見たら万人受けするタイプのフレームじゃないですからね。まあここまでの話やったら皆さんいい印象は抱かれてないと思うんですけど、実際打った感じ一言で言うと誰でも使えるボックス形状のラケットです。僕にはちょっと飛びすぎる感があるくらい反発性も高くて非常に打球感がマイルド。こういうタイプのラケットで、まあ他社で言うと使ったことあるんは、僕が今使ってる V コアとか、あとウィルソンのブレードとかが似てるんじゃないですかね。まあでもね、その中でも一番マイルドやと思います。前のねツアーも何度か使ったことあるんですけど、どちらかというと飛ばない印象はありましたけど、今回のはね結構飛んでくれると思います。まあ完全なパワータイプのラケットではないので、まあ反発性だけを期待して使うと若干期待外れって感じですけど、パワーとコントロールバランスよく求めたいって人には合ってるんじゃないかなと思います。中級男性と、あとは中級から上級女性に向いたラケットかなっていう感じですね。はい、続いてね O3 の100を使いました。穴なしの100と何が違うかと言いますと、穴が開いてることとストリングパターンが16-19ってとこですね。横糸1本増えたからどうやねんってなりますけど、そんなに僕的には変わんないかなと思います。はい、縦糸16の方がね増えたら全然ちょっと打球感変わるんでしょうけどね。まあ今最も多いとされてるストリングパターンですね。やっぱりO3 は振り抜きの良さが目立ちます。僕が使ってるのは一番重たい310のやつなんですけど、ラケットの重みを生かして振るというよりはしっかりと振り抜いて、ボールを叩くっていうところでしょうか。面100のパワーが適正でしっかりめに振れる人向けですかね。僕個人的には O3 だとパワーのあるボールに対して若干重みを感じてしまうので、
まあ個人的には軟式の方が好きですね。でも売れ筋的には半々だそうですよ。はい、それでは最後はツアー95です。今回のシリーズでの僕の大本命はこちらのツアー95です。面がね95インチなんでかなり小さいですし、フレームもボックス形状で完全に飛ばないラケットです。と言いたいところなんですけど、これがね結構パワーもあるラケットなんですよね。全然面95を思わせないくらいの飛び方をしてくれます。感覚的には98よりもしっかり飛んで100よりも飛ばないって感じなんで、まあ、99インチって言ったところじゃないでしょうか。まあ、ほんでね打球感もボックス形状なんでマイルドでコントロールがしやすいですね。やっぱみんなね面100インチとか3桁になってくると抵抗あるっていう人多いですし、まあ、面は小さければ小さいほどうまそうっていうね、ステータスにもなるじゃないですか。これ95インチでしっかり飛んでくれるんで、年齢的にパワーも落ちてきてほんまは100インチとか使いたいけどプライドが許せないっていうね、方には非常におすすめです。いやもちろんねラケットの性能も高いですし普通におすすめできます。ただ女性全般、あとはすでに面100使っててプライドをかなぐり捨てたっていう人には無用ですけどね。まあ、僕的にはツアー100だと飛びすぎたので95の方が使いやすかったかなと思います。はい、続いてはねワンストローク2ボレーで練習している模様を見ていただくんですけど、使用ラケットはツアー95です。ボレーに関しては95も100も O3 も共通して言えるのが面ブレを犯さないのでボレーはしやすいってことですね。結構見てもらったら分かると思いますけど、かなり威力のあるボールに対しても弾かれずに、まあ、しかもねちょっと当たり損なってもしっかり飛んでってくれます。ボレーはかなり安心感ありましたね。結構こういうハードスペックのラケットってボレーで芯外したら飛ばないことも多くて、ストロークはコントロールできてマイルドな打球感でいいけども、ボレーが弾かないってこともねよくあるんで、この点総合評価としては高いラケットかなと思います。まあ、逆に言うたらほんまにマイルドな打球感を求めてる人にとっては刺さらんラケットとも言えますけど、そこはね人それぞれの好みもありますからね。まあ、にしてもね、ボレーに関してはすごくやりやすかったなっていうのを感じました。じゃあ最後はね、ツアー95使った試合を数ポイントだけ見ていただいて終わりにしましょう。サーブはね僕のサーブの適性上反発のあるラケットよりもツアーみたいなハードスペックのラケットの方がファーストの確率も上がるんで個人的にはいい感じでした。回転もかかるのでセカンドサーブのコントロールの不安もなかったですね。まあ基本的に僕バカバカハードヒットするタイプではないんで、コツコツと相手のバックに集めてね、じわじわ首締めていくタイプです。なのでコントロール系のラケットが合ってると思うんでツアー95で試合しても全然違和感なく使えます。この試合の感じやったら僕の球足短く感じられている方もいると思いますけど、これは意図的にコントロールしてやってますんで決して飛んでないわけではございません。はい、そろそろねお別れの時間参りましたが、皆さんプリンスのツアーシリーズいかがだったでしょうか。まず言えることはスペック以上に反発力があるラケットです。でデザインも女性から男性まで使える白を基調としたワンポイントブラックで、100インチは、まあ、女性全般から中級男性、95インチは中級から上級男性に向けてかなと個人的には思います。もちろん僕が思ってるだけで使ってみたら違うっていう方もいると思いますんで、その辺はご了承ください。というわけで今日はこんなところで終わらせていただきます。おつさんぽ、バイバイ。